皆さんこんにちは、さやです。今日はこれからオーディションなんですけど、普段オーディションの日にやってるメイクの動画を撮っていこうと思います。はい、もうほんまにめちゃめちゃ薄いメイクやからほんまにすぐ終わんねんけど、とりあえずやっていこうと思います。まず今も洗顔終わって化粧水と乳液と日焼け止めだけ塗った状態なんですけど、まずこちらのヒューミオの BB クリームをコンシーラーみたいな感じで全体に塗るんじゃなくて、気になるところにだけのせて塗っていきます。なんか今日ここ黒い、なんか私生まれつきでなんかここにちょっとあざあるんですよ。でこれが日によって濃さが違くて、普段何も言われへんかった子に急におでこやけどしたんとか言われることもあるぐらい今日ちょっと目立ちますね。これをだいたい目の下と小鼻とおでこと顎とかですかね。基本的に普段メイクではファンデーション使わないです。なんか焼けた？毎日日焼け止め塗ってるんですけど、焼けたって言われます。なんで焼けたくない。はい、おしまい。ちょっとまだ目立つな。このスターオブザカラーの私の肌の色に合わせてカスタムしてます。これとこれを取って、で次薄いのでこうやって重ねてなじませると、私の肌の色には合うらしいので、目の下だけこの2個合わせてって言って教えてくれたので、で小鼻のこことか今日はこことかはこのこっちだけで取って、ポンポンって言ってこんな感じで、ハイライトいきます。この3のシマリンググローデュオ02番のこっちのハイライトを取って、鼻のこのへこんでるとことここ先っぽまでスッと塗ります。でこの高いところにもちょっとだけポンポンポンってやって終わり。眉毛はこのケイトの EX の5ブラウン系、この一番濃い部分を取って下のラインを揃える感じで、オッケー。眉尻のところだけ描いて、頭はそんなに何も触らないです、いつも。で、この下の一番薄いやつもほぼないねんけど、こうやってやって目の下らへんからもうこう、オッケー。このセザンヌのクリアマスカラで立たせます。眉尻はスッスッスッって流して、眉頭はこうやって立てる、こんな感じ。なんか私左右で眉毛の生えてる感じが違くて、毛流れというか左の方が立ちやすいんやけど、右もこれで無理やり立たせます。 OK、 眉毛をしまい、次はアイシャドウ。ほぼつけへんねんけど、このディオールのクリスマスコフレの、これ結構前にプレゼントでいただいたやつなんですけど、この一番薄い色とって眉毛の下にちょっと先っぽにだけちょんちょんちょんってつけて、目頭にちょっとだけのせます。ほとんどやってへんのちゃうぐらいの薄さで、ケイトのペンシルのブラウンかな、 BR の2って書いてます。こちらをちょっとこれくらいだけ出して、見えない、これ1回出したら戻らなくなるやつなんで、まあ、使うたびにちょっとずつ出してるんだけど、だいたい2ミリぐらいを出して、これを下の粘膜に薄くかけます。メイクさんが私の顔は下にうっすら引くぐらいだけでちょうどいいっていうふうに教えてもらって、それをオーディション用のメイクに活用してます。わかるかな？
これさ、まつげに当たっちゃったら結構ガリって取れてさ、濃くついちゃうからさ、めっちゃギリギリのラインをいつも攻めてます。全然わからないと思うんですけど、それぐらいさりげない感じを求めてやってます。反対もいきます。これくらい、全然分かれへん、なんか薄いシャドウって感じで、これはでもほぼ完成なんですけど、これで最後に一番大事なのがあって、このチークなんですけど、このセルウォークのインフィニトリーカラー02番のチークにもシャドウにもリップにもなるやつ、これを取って全体的にこう広げます。なんか今日肌の調子めっちゃいいな。 OK、 こんな感じでこの頬骨からこの下のあたりとかまで全体的に私は入れます。こんな感じで、これリップにもなるから、これもこんな感じ、ナチュラルな感じで。じゃあちょっと髪の毛やってきます。よいしょ、はい、髪の毛やってきました。まあ、ストレートアイロンでちょっと伸ばしただけなんですけど、で全体的にうっすらオイルをつけて終わり。最近ちょっとセンター分けにしてるんですよ。でも私の髪の毛の生え際的にこの辺からこう分かれてるから、ここでセンター分けにしてもこいつがめっちゃこっちに来るねん。だからそれをたまにワックスとかでグッてこっちにいらさいってやってます。あ、なんかまた出てきた、ちょっと待って、なんなんやろな、これ。今までのメイクとちょっと変えたのは、やっぱチークを広めにここに入れることと、下のライン、粘膜のところにうすらラインを入れるところかな。なんか今日ツヤツヤじゃない、私調子いいよ。あ、この T シャツなんですけど、これを紹介したいと思います。 Wishing you all the best で、そこに数字が書いてあるんですが、これは私の生年月日ということで、先月の13日誕生日だったんですけど、事務所の方が T シャツをプレゼントしてくれました。前はシンプルなこういう T シャツなんですけど、後ろが見えるかな、うちのモデルちゃんたちっていうロゴが入ってます。この赤いところにブラボーモデルズって書いてます。皆さんありがとうございます。大切に着させていただきます。ということで今日の動画はこの辺で終わります。最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。